今日私は創世記一章24節から31節の御言葉を通して神の形として創造された人という題名で御言葉を語りたいと思います。えー、継続して創世記一章について勉強していますけれども今日は6日目です。世記一章のこの創造の中にあって一番重要な日で,も日であるとも言えます。えー、この6日目に 行われたその内容について多く記録されていますね。そして6日目に想像を終えてそれが非常に良かったと語られました。他の日にはそれを見てよしとされたと語られましたけれども6日目だけはそれは非常に良かったと語られています。そして神様が安息されましたね。この安息というのは神様が 一生懸命働かれて疲れて休まれたという意味ではありません。この安息というのは全ての働きを完成されたという意味です。これ以上やることがないということなんですね。この6日目が最後の創造の働きについて記録されているんですけれども、この6日目に作られたのが人であります。宇宙万物地球全てを 作られてから一番最後に人を作られてそこに人を置かれたわけです。そしてそれが全てあなたのものだとあなたが司さりなさいと語られたわけですね。人のためにこの全てを作られたということです。そして人をそこの中に置かれたわけです。ですからこの人についてのこの想像の働きを見てみると人がどれほど 特別な存在であるのかを私たちは知ることができます。皆さんもよく知っておられると思いますけれども、シェイクスピアがいますね、シェイクスピア。その作家がこう語りましたね。人間とは何という傑作だろうと。水高な理性、無限ともいえる肉体の働き、形、動き、共に驚くほど的確、 行動は天使のごとく、心の働きは神のごとく人間はまさにこの世の美万物の手本と語られていますねこの万物の手本と書いていますね万物の手本人がどれほど尊き存在であるのかを語っていますそして神様はこの人を作ってその人を この全てののすててて万物を司る王のような存在へと立ててくださったわけです人は被造物の中で神の創造の働きを成就する責任と義務が与えられている一番最高の存在であるということを知ることができます人を一番最後に創造されました このような重大な責任を持っているものが万物の長子であり、また万物の責任者でありますね。長子というのは父の働きを受け継ぎ、父のその全ての御心を成就するものがこの長子の役割なんですね。人が この宇宙万物の中で秘蔵物の中で長子として神様の御心にかなうものと立てられたわけです。ですから特別な愛と特別な関心の中で人を創造されました。今日私はこの人とまた6日目に作られた他の創造された家畜との差について見てみたいと思います。まず1番目に 創造の過程の差があります。動物や獣を作った家畜を作った家庭と人を作った家庭には差があるわけですね。今日の本文1章24節を見るとこう語っています。地が種類に従って生き物を生ぜよと語られていますね。表現を見てみると他の獣は勝手に 生き物が生じたように記録されているんですね。勝手に出てきたように語られています。種類に従って生き物を生ぜよと。神様が直接作られてないように見えるわけですね。もちろん25節を見ると神様が作られたことを語っていますけれども、でも記録としては勝手に出てきたように生ぜよと。出てきたように記録されているわけです。創世記2章に行くと、 もっと詳しく書かれていますけれども2章19節に神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥と形作りと語っています。ここを見ると地でと土からと語っていますね土からと土からと語っていますですから神様はこの土地の土から あらゆる野の獣と空の鳥を作られたということです。しかし、人を作られた時について見てみると、他の表現が記録されています。人はえとても重要な存在として作られましたね。創世紀一章26節を見ると、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと語っていますね。 我々は誰ですかなぜ神様が人になるに我々と言われたのでしょうかこの我々というのは三味一体なる神様のことを指しています。神様が三味一体として存在されていると漱石一章であらかじめ語られていた内容であります。父、御子、三霊三味一体の神様が人を創造されたわけです。どうですか、皆さん。私たち 私たち人間も一人で語ることありますよね。鏡を見,鏡を見ながら自分自身に語りかけたりとか。まあ、それとは違いますけれども、そのような形で神様は我々と語られているわけです。また、一章二十七節を見ると、人の想像について記録されているんですけれども、そこの想像を見ると、 パラーという単語が出てきます。ヘブル語でパラーという単語が出てくるんですね。それが 3, 3つ3回出てきます。創世記章27節だけでパラーという単語が3回出てくるんです。これは想像するという単語なんですけれどもバラーというのは無から有を想像するときに作られる使われる単語であります。何もないところから何かを作るとき無から有を 創造することをこのバラという単語を通して記録されています。ですからバラが使われる時はいつも神様という主体が出てくるんですね。無から有を作られる神様。他の獣、動物を作る時はこの単語を使われませんでした。しかし人を創造する時にはこのバラという単語が使われたわけです。ですから今まで 人間と似たような存在はなかったわけです。新しい特別な存在を作られたということを意味しています。しかし、創世記2章に行ってみると、この獣の創造と人の創造にも似たようなそういう点もあります。例えば、創世記2章7節神である主は土地の地理で人を形作り、 その花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となったと語っていますね先ほど創世記一章を見ると獣も土を取って作られたと語っていますけれども同じように土で塵で作られたわけですしかし似てはいるんですけれども下があるんですね例えば獣は先ほどミンハアダマート 言いました土からとしかし、えー、創世記2章7節ではアパールミンハダマーと語っていますこのアパールという単語が追加されているんですねこのアパールというのは、えー、とても、えー、細かい繊細な塵という意味です一番良い土を 集めてそ,それで人を作られたということです。ですから材料にも違いがあるわけです。一つ考えてみなければいけないのは創世記一章ではバラート、無からウを作られたわけです。しかし創世記二章七節では人を土で、塵で作られたと語っています。ですから無から 言うではないわけですよね。材料があったわけですから、言うから言うで作ったように思えるわけです。では、これはバラの想像ではないんですね。言うから言うを作られたわけです。無から言うを作ったわけではないんですね。なぜこのような違いがあるのでしょうかこれをどうやって理解すべきでしょうかこの肉、体というのは、 土で作られましたね。塵で作られました。しかし人にはもう一つ追加されているものがあります。動物には与えられなかったもの。それが命の息です。神様の命の息をその鼻に吹き込まれたと語っています。皆さんも勉強をしましたけれども、この息というのは神様の霊を意味していますね。ですから私たちの体は土で塵で作られましたけれども、私たちの魂は 無から言うとして作られたということです。神学者の中でもこの2つの説があるんですけれども、1つは魂を創造された説があり、また1つは魂が生まれた説があります。魂の遺伝の説があるんですね。どういうことかというと、私たちの魂も体のように両親から 与えられるという意味です。魂が遺伝のように与えられると。しかし、創造説は私たちの魂は神様が直接子供が生まれるたびに神様が創造されるというそういう説があります。皆さんはどう考えますか何が合っているでしょうか魂は創造されるんですかそれとも遺伝されるんですか 両親から受け継ぎますかそれとも神様が子供が生まれるたびに魂をくださいますか学者も神学者もこのような正確な答えを出すことはできていません。しかし私は私の個人的な考えでは想像説があっていると思います。神様が創造されているわけです。 無から有に創造されたように命の息を吹き入れられたという創世記の内容のようにですね神様が人が生まれるたびに与えられているんではないかと私の考えでは生まれるたびに神様がその魂を直接創造してくださると私は考えていますその特別な愛を特別な感情を特別な関心を 与えているわけですねそれが想像の過程です。じゃあ2番目にその構成と形の違いについて見てみましょう。人と動物の差について見てるんですけれども構成とまた形に違いがあります。今日の本文を見ると動物は種類に従って作られたと語っています。ヘブル語を見ると、えー 種類に従っておのおの作られたと。ですから犬は犬で、熊は熊、ライオンはライオン、種類に従って作られたと。しかし人はどう作られましたか人については我々の形としてと語っています。神様の形にかたどって作られたわけです。神様の形にかたどって。ご自身の 形として人の形ではなく神の形として創造されたと語っています。ですから特別な存在なんですね。動物とは違うわけです。ですから人の構成には動物との差があるわけです。第一テサロニケ5章23節を見ると平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。 主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂体が、体が完全に守られますようにと記録されています。ここを見ると、人はですね、霊、魂、体によって作られていると語っています。しかし、動物は違います。動物には霊がありません。魂と肉だけがあります。この魂というものは、えー 心や精神を意味しています。ですから、魂というのは知,知識、また感情と意志。また、霊は霊である神様を見上げ、また拝み、神様に向かっていくそういうものであります。霊ですね。 ですから人だけが神様と交わることができます。神様の形にかたどられたために私たちは神様と共に歩むことができ、礼拝も捧げることができ、神様と共に会話をすることができるわけです。交わることができるわけですね。この形というのはチェレムと言います。チェレム。これは えー、模範かたどるまた象徴するというそういう意味があるわけですですから、えー、その通りに形にかたどって、えー、作ったとまた、えー、この形というのがですね、えー、似たものとして神様は人,の人を想像される時に その神様の形にかたどってですから私たちは神様と同じ存在ではないわけですけれども似た存在として作られたということです神様の形が現れるもの例えばですね子供赤ちゃんが生まれるとその赤ちゃんを見るとお父さんの顔も見えたりお母さんの顔も見えたりおじいちゃんおばあちゃんの顔も見えるわけですよねその姿がそこに現れるわけです同じように 人を見れば神様の形とそういう姿が現れるということです。父なる神様の形が私たちを通して私たちの暮らしを通して言葉と行動を通して現れなければいけないということです。それが神様の形をかたどった人間の存在であります。いつも私たちが キリストの香りを放つそういう暮らしをしなければいけないわけなんですねではえもっと具体的に神様の形はどのようなものなのでしょうか神様は霊でありますもう形に見えるものではないわけですよねじゃあ神の形というのは何でしょうか救済シリーズを見ると4つに分けて記録されていますまずは道徳的な形です道徳的な形 皆さん人間には道徳があります何が間違っていて何が正しいのかそれを知っているわけですよね良心を与えられました私たちに良心をそれが神の形ですまた2番目には理性的知能的な形があります 理性的、また知能的な形がありますね。動物よりも私たちの知能が優れているわけです。空を飛ぶ鳥を見てもですね、ああ、私も飛びたいと。そして私たちが今、空を飛ぶようなものを作ったりするわけですよね。それだけではなく、ここには正しい精神、正しい心、正しい意志を持って、 神様の御心にかなう歩みをなすことを意味しています。正しい理性、正しい知能を持って、私たちの体で現れる本能的な感情を適当にコントロールしながら暮らすことができる、そういう存在が人間であるということです。神の形にかたどった存在、例えば、例えば、犬が今ここに入ってきたとしましょう。 皆さん、犬が入ってきてここで用を足すとしたらどうしますか獣は本能をコントロールすることはできないわけです。完璧に。ですから、しょうがないわけですよね。しかし、人はどうですか人が入ってきてここで用を足したら本当におかしな人なんですよね。人間というのは理性的な知能的な形があるため、しっかりとコントロールできるということです。 しかし多くの人はそう暮らすことができず、獣のように本能に導かれるまま暮らしている人が多くいると聖書には語っています。皆さんも世の中に出ていけばもう見,見ておられるでしょう。人に形をかたどっていながらも獣のように暮らす人たちがいるわけですよね。3つ目には霊的な形があります。ヨハネ4章24節を見ても、 神は霊であると語っています。神は霊であるから、礼拝をする者は霊とまこととによって礼拝をしなければならないと。霊があるからこそ、私たちに霊があるからこそ礼拝を捧げることができるわけです。神様が霊、神様に霊があり、私たちに霊があるためつながるわけですよね。皆さん例えば。 私が韓国語を語り、皆さんも韓国語を語れば通じるわけです。同じなんですね。同じ例を持っていなければいけません。また、4番目に人の体に反映された神の形もあります。多くの人はこの神体は重要ではないと考える人がいます。しかし、それではそうではないわけです。この体も重要であると語っています。先ほど、 テサロニケ第一の手紙、五章、二十三節を読みましたけれども、私たちの霊魂、体が完全に守られますようにと語っていますね。ここで霊と魂だけを守りなさいと語っていますか肉も体もキリストが来られる時まで完全に守りなさいと語っています。この体も神様が作られ、この体も神様の形が反映されているからなんですね。えー詩編 139編13説を見るとそれはあなたが私の内臓を作り母の体のうちで私を組み立てられたからですと語っています私たちの体を神様のその力によって手によって創造されたわけです形を作られたわけですですから私たちの体も重要です世の終わりの時にはこの体も贖がなわれると語っています多くの人は 魂だけ救われればいいと考えます。しかし、そうではないわけです。ローマ人への手紙発章23節を見ると、そればかりではなく、御霊の発祥をいただいている私たち自身も、心の中で埋めきながら、子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖がなわれることを待ち望んでいますと語っています、ね。私たちの体も贖がなわれなければいけないと。キリストの再臨の時に、 死んだ者はキリストの中にあって復活されてさせられてそして永遠に生きると語っていますね復活は何ですか復活霊魂はもうすでにか天国に行くわけですしかし体はですね死んだままいますけれども世の終わりが来ると復活して霊と魂と体が一つとなって 完全になると語っているわけです。ですから体が重要なんですね。ですから神様は道徳的な、理性的、知能的な、霊的な形、また私たちの憎なる体をも神様が作られたわけです。ですから神様の代理人としてこの宇宙万物を作られ司さどらされました。その人間が堕落してしまったわけです。不従順して。では3つ目に堕落後、人は 獣のようになりました。堕落後堕落してから人は獣のようになりましたもともと私たちは尊いものとして作られましたしかし私たちは堕落してから獣のようになってしまったわけです道徳的な形も破壊されています善と悪を区別しなければならないにもかかわらずそうしないわけですいくら知っていたとしても善と悪を知っていたとしても その通りに暮らさないわけですよね悪いことをするわけです。理性や知能も同じです。完璧ではないわけです。また魂も同じように罪を犯すたびに魂は死んでいるわけです。また体も堕落していきます。皆さん、体を持って罪を犯すではないんですか神様の形はあるにはありますけれども堕落して故障してしまっているということです。 伝道の書3章18節を見るとこう語っていますよね。私は心の中で人の子らについていたと。神は彼らを心見、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたと語っていますね。私たちが獣に過ぎないことを悟らせるために、神様が人を心見られると語っています。苦難に合わせ、観難に合わせ、 またいろんな人を通してですね、えー、怒りも与えながら獣のような存在であることを悟らせていると語っていますそして中級説を見ると人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だとこれも死ねばあれも死ぬ両方とも同じ息を持っている人は何にも 獣に勝っていない全ては虚しいからだと語っています。堕落した人間は獣のようなものであると、獣と変わりないんだと。この中級説で人の子と語っていますけれども、人の子、アダムの息子という意味です。アダムの子孫、堕落したアダムの人々と子供たちと、そういう者たちは獣と同じだと語っているわけです。 神様の霊が離れて、御言葉が離れて、その霊が離れていたために、獣のようになったということです。詩幣49編20節を見てください。詩幣49編20節を見ても、人はその映画の中にあっても、悟りがなければ滅びうせる獣に等しいと語っています。獣と同じだと語っていますね。この獣というのは早い ギリシャ語ではテリオンという単語が使われています。この2つの単語は、えー、聖書を見ると、モ、えー、クシ文学、えー、世の終わりに対する、えー、本、例えばエゼケール、ダニエル書、またヨハネの黙示録に一番多く使われている単語であります。この獣という単語がですね、エゼケール、ダニエル、ヨハネの黙示録なぜでしょうかなぜ 世の終わりに対する記録の書物にこの獣という単語が使われるでしょうかそれは世の終わりが近づけば近づくほど獣の時代が来るということを意味しています世の終わりが近づけば近づくほど人が獣のようになっていくということです姿は見える姿は人間の形を保っていますけれども 暮らしを見てみると獣のようなわけですね。獣に対する記録をなぜ聖書に記録されているでしょうか。私たちに教訓を与えるためですよね。堕落した人は獣と同じだと。そうやって暮らしてはいけないんだと。こうやってなってはいけないんだということを悟らせるために記録されているわけです。簡単に言うと聖書の教訓の中の一つは獣のように生きるなということです。 神様の形にかたどられた人のような姿として人本来の姿を持って暮らしなさいということです。獣はどのような存在ですか獣は聖書を見ると本能のまま暮らすのが獣です。第2ペテロ2章12節を見てもところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じだと語っています。 人のことについて語っているんですけれども、理性のない動物と同じように、滅ぼされるように滅ぼされると。第2ペテロ2章12節にありますね。また、獣というものは、食べて暮らすために、命を保つために暮らしていくのが獣です。 神様は特別な存在として特別な愛と感情を持って関心を持って人を創造されましたまた私たちのためにイエス・キリストを通して私たちを救われましたどれだけ尊い存在であったらそうやってされたでしょうかそのような尊い存在であるにもかかわらずこの世の中で暮らしながらいつも食べて飲むことだけに力を尽くすわけです 私たちははそういうい存在ではありませんマタイ24章37節から39節を見てみると人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからですと語っていますそして38節に洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていましたそして洪水が来て すべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りですと語っています。ここを見てください。皆さん、悟れなかったと語っていますね。悟れなかったと。うん、彼らはわからなかったと語っています。39節に。ですから、世の終わりにも人の子のように来るときに、来る時に獣のような暮らしをしている者たちが多くいて、 その人たちはただ飲んだり食べたり目取ったりとついだりするとそういう生活のことだけ考えて皆さん食べたり飲んだり結婚することは重要なことです必要なことですしかしここで語っている結婚というものは自分の思いのまま自分の情欲のまま楽しむために 性関係ををすすることを意味していますそういう獣のような存在が最後の時裁きを受けるということを語っているわけですそして世の終わりの特徴はですねそういう獣のような存在と神の形にかたどって作られている人と対立することを意味しています黙示録12章17節や 中3章6節から7節を見ると、この獣が神に対して怪我仕事を言い、そして神を信じる子どもたち、信徒を迫害すると語っています。私たちが世の終わりを暮らしているとよく言いますけれども、私たちは獣のように暮らしてはいけません。私たちは本当に人のような人として暮らさなければいけないということを覚えてください。 ではそのためにはどうすべきでしょうかまず1つ目には教会に来て礼拝を捧げなければいけません旧約の礼拝は捧げ物ですねいけにえを捧げることですよね必ずいけにえが必要ですそれが獣なんですね獣を持ってきて獣を殺してそれを捧げるんですその獣は人を象徴するわけですね そのの自分の罪が獣にいて私たちも同じようにこの礼拝を通してそのような働きをしなければいけません礼拝というのは私たちの中にいる獣を殺すことが礼拝です誠の礼拝は私たちの考えを捨て私たちの思いを捨て神様の心に従うことを意味しています それが礼拝です。しかし、教会に来てまでも自分の獣を連れてきてえ、吠えてはいけないわけですよね。え牙を見せて、そうやって暮らしてはいけないわけです。教会では獣を殺すところです。ですから、首都パウロのように私たちも私たちが自分の体を 打ちたたいて従わせなければいけません。第1コリント9章27節に私は自分の体を打ちたたいて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようになるためですと語っていますね。ここで体を打つというのはヒポピアチョという単語なんですね。これは自分の顔を打つ、自分の目を打つという意味です。また、えー 説教して服従させるという意味です。自分自身にしなければいけないことですよ。他の人に説教してはいけません。自分自身に説教して服従させるということ。2番目には、いつも神様に近づかなければいけません。それが獣を殺す秘訣です。 詩片73篇21節から22節を見るとこう語っています。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわき前もなく、あなたの前で獣のようでしたと語っています。どういうことかというと、例えばですね、横で誰かが突き刺すわけです。ね、怒らせるわけです、ね。腹を立たせるわけです。そして22節を見ると、 自分が獣のようだすと語っています。紙幣の記者もですね、神様を信じる、そういうこの紙幣の記者もそのようなことがあったわけです。しかしその後の箇所を見てみると、どのように自分自身をコントロールして神様の前に暮らしていたのかを語っています。じゃあ23節から24節を見ると、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。 あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょうと語っています。腹を立てて神様の前から離れたんではなく、最後まで神様の御前から離れなかったために、その紙幣の記者を神様が掴んでくださり、神様の悟しによって、御言葉によって導かれたと語っているわけですね。また25節26節では、 天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。地上ではあなたのほかに私,を私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は床下に私の心の岩私の分の土地ですと語っています。詩編の記者は神様だけを求めて神様だけに従って暮らしていくことを望んでいるわけです。いつも神様だけを維持しながら。 この紙七73編28節を見るとですね、神様の近くにいることが幸せだと語っています。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての見業を語り継ぎましょうと、紙七73編28節を通して語っています。私たちの力ではこの獣をどうにかすることはできませんけれども、私たちはこの詩編の記者のように、 御言葉と祈りによって神様に近づいていくとき、神様が私たちをつかんで、私たちの中にあるそういう獣と罪のその要素を捨てて消してくださり、私たちがしっかりと神様の前に立って歩むことができるように、神様の形にかたどったものとして歩むことができるように導いてくださることを信じて、私たちはいつも神様の前に近づいていく皆さんとなることを主のもと祝福いたします。 祈ります愛するうなる神様、今日も私たちを愛してくださり、私たちに恵みをくださり、神様の見前へと集わせてくださり、御言葉によって導かれることを感謝いたします。今日も与えられた御言葉をしっかりと刻み、いつも神様に祈りと御言葉によって近づいて歩む信徒となることができるよう、どうか導いてください。 私たち御言葉に従い自分の中にある獣を捨てて神様の形を回復しいつももっともっと高いところへと歩むことができるようにどうか神様を導いてくださいそういう信仰によって祈るたびに神様が私たちに近づいてくださり慰めてくださりまた私たちの体を癒してくださり私たちの全ての祈りが応えられる 大きな祝福が与えられるよう導いてくださいすべてをなされることを信じて感謝しイエスキリストの目によってお祈りしますアーメン